どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。いやー本当は休止中だったんですけどね。ヘビ砂が使えるようになったということでね。そりゃあやらないわけにはいかんでしょうというわけで、この島に戻ってまいりましたよ。あの時のように隕石が迫っているが、ディテールローとかは見た感じ変わってないわね。オリジンでは別に、これまでのシーズンごとのマップを、完全に再現してるわけじゃないんだな。じゃあどこに降りようかな。どうせなら新しい場所に行きたいし。そうだこの隕石って確か上とか乗れるんだよね。そういやそうだったな、宝箱とかもあったっけ。よし目的地決定、いでよはやぶさちゃん。はやぶさちゃんいつも本当にお疲れなんだぜ。あ、待って、これもしかして先客いる感じ？宝箱開けられてるじゃねえか、まずいぞ。当然ながら武器はすでに取られてる。うわぁやめて。対空食らったな。この中のドロップにかける。青ポンプ、いい。急いで構えろ、相手はもう詰めてきてる。やばい一発目外した。あれでも勝ったぁ。二発目で100ダメージワンパンとはな。青ポンプだからこそできたこと。いやーこれは運に助けられましたね。落ちてるのがもうちょい弱い武器だったらここで終わりだったもんな。さて、さっき上に医療キットあったのは確認してるので、それで体力回復できるわね。さて、回復もしたしそろそろ降りますか。てあー、あそこにも宝箱あったのか、もったいない。もう戻れないな。でも隕石だけで結構アイテム揃ったわ。確かに割と強いよな、レジェンドのエアストライクもあるし。これ本当に久しぶりに見たわ。ほとんど使った記憶がないな。てかそこに裂け目あるな、隕石戻れるじゃん。いやさすがに宝箱1個のために戻りはしないわよ。お、どうやらソルティスプリングスでドンパチやってますねー。ちょうど今終わってしまったところだな。よ振りたかったけどちょっとタイミングが遅かったか。逆に狙われてるし。でもおかげで高所は取れそうよ。しかし相手の建築。ならばエアストライクだ。これで全てを破壊してやる。サイレンが鳴り響く。とあっちに逃げたか？いってー。自分で食らってどうする。でも相手にも当たってた気がするんだよね。詰めれば倒せそうなんだけど、どこ行った？見失っちゃったわ。とりあえずお前も回復した方がいいんじゃねえか？それもそうね。あとはちょっとアイテムのおこぼれをもらって、青の二丁拳銃ゲット。そこにあるボーラーももらって逃げようかな。敵がどこ隠れてるかわからんしな。いやー、快適快適。やっぱこれの安心感すごいな。操作方法も基本的には変わってないみたい。あ、でもなんか右下にゲージがあるわね。ブーストしたら一気に減った。エネルギーの残量みたいなものか。そっかー。てかなんかそこに敵いない？こら、私のボーラーに傷をつけるな。でもこいつ動き的にボットっぽいから落ち着いて大丈夫だな。たく、こんなところで何してたんだ。これ、ブーストせずに普通に乗ってるだけでも電池減ってくみたいだわ。そうか、じゃあボーラーの使用には制限時間ができたんだな。まあ仕方ないよね、昔は壊れない限り一生乗れたけど、それだと強すぎたもんね。そういや終盤ボーラーばっかみたいな時期もあったな。おっと、あそこにまだ宝箱残ってる。ここのタイヤを使えば建築しなくても登れるんだよね。まあ今はよじ登りできるからこの上だって普通に行けちゃうけどな。うおーヘビ砂だー。やっぱりこれを見つけた時の喜びは格別だな。ヘビ砂探し始めて1試合目で見つかるなんて、やっぱり私とヘビ砂は愛し合っているんだわ。んなこと言ったらヘビ砂めちゃめちゃ愛人いるだろ。さて、そこらに狙撃にちょうどいいターゲットはいませんかねー。銃声してるけどそんなに都合いい人は。あそこにいるくね。めちゃめちゃいたわ。あれ？おかしいな。思ったより脳汁出てない。脳内の汁測定できんのかお前。なんだろう、あんまり自分で倒した感がなかったというか。ヘッドショットの音もしなかったし、ダメージ表記もなかったな。それであんまり気持ちよく感じなかったのか。そういう風に変わっちゃったんだとしたらちょっと残念ね。いや、何してんの？ボーラーでそこの裂け目に入りたい。入ってどうすんだよ。入りたいったら入りたい。こだわりの強い幼稚園児か。く、微妙に届かない。そうだここは原点に立ち返って。建築よ建築。これで次こそ行けるはず。いや、行けたところでだな。うおー、行けたー。ってこれただ落ちるだけじゃん。そりゃそうなるだろ。なんかグラップラーも出せないし。マジで時間と燃料無駄にしただけじゃねえか。まずい、もう電池が。いらんことしてるからだろ。これどっかで充電とかできないよね。5年前の島に EV ステーションがあるとは思えないな。あー、ついに切れちゃった。動かせない。こうなるともう重力に任せて転がるだけ。ただのカプセルとかしてしまったな。仕方ない、降りるしかなさそうね。っていうかボーラーで遊ぶのに夢中になってたけど、普通にシールドも体力も減ってるんだった。
真面目にアイテム漁っときゃよかったのに。まだ間に合う、幸いここにキノコ生えてるし、あっちにいっぱいアイテム落ちてたから。医療キット助かる。てかボーラーもあんじゃん。もしかしたら新品かも、回復したら確かめてみましょう。おお、無傷でチャージもマックス。こりゃラッキーだな。そして私はもうボーラーを使い倒しているので知っている。ブーストは燃料の消費が激しいから、できるだけ使わない方がいいということを。急ぎでない場合はこうやって、グラップラーで移動するわ。グラップラーはいくら射出してもタダだしな。うまいこと遠心力を利用すれば、結構スピードも出せるはず。感覚的にはスパイダーマンのウェブシューターや、グラップルグローブに近いな。これまでのいろんな経験が活かせるわ。さあ残り4人、もうだいぶ終盤だ。待ってあの上アンチ入ってるじゃん。なんか一人落ちてきたけど。あそこ取れたらヘビ砂も活かせるし絶対強いでしょ。よし、頑張ってブースト使わずに登ろう。やっぱブースト使わないと無理だわ。無駄な努力をつ。ここでケチケチしてる場合じゃない、なんか撃たれてるし、全エネルギーを使ってでもこの上に登るんだ。やっぱブースト使うと早いな。ああ待って、勢い余っちゃった。でもブーストすればすぐに戻れ。ん？なんかいるんだけど。いやこの大事な時にこんなとこで、そんな格好で何してんの？物資を着た魚が、ショッピングカートを押してるな。いやここまで来たら勝ちたいから倒しちゃったけどさ、何の抵抗もしないからちょっと申し訳なくなっちゃった。遊んでたのかな？それとも降りるのが怖くなったのか。いずれにせよすごい集中してたわよね。うわ、これヘビ砂のキルだよ。最後の相手は狙撃の名手かもしれないな。下にアイテムが落ちてる。おそらく遠距離からヘッショでワンパンしたんだわ。霊夢もすでに見つかっているな。でもあそこのアイテムは私がもらえる。なんか金武器も落ちてるし。では、一発で壊された。さすがは怪物ライフルのヘビ砂だな。でも金のヘビ朝をゲット。さあ最終決戦だ。ヘビ砂の一発あるから慎重にな。うわ、相手ロケランも持ってるわ。ロケランヘビ砂のコンボあるし、一箇所に留まるのは危険だな。うわ、バンバン撃ってきてるよ。それに狙撃する隙もない。難しい戦いだな。ヘビ砂一発当てれれば勝てそうなんだけど、チャンスは一瞬だ。く、ダメか。でも相手建築やめたから、ヘビ朝で圧をかければ、位置的にはこっちが有利なはず。って、なんだあの光は。うわぁ、ヘビ砂か。え、ヘビ砂って光るようになったの？それより早く回復を。焚き火とミニポでなんとか。ああ、焚き火壊された。これはもうダメかもしんない。おいもうストームが。くそー。相手の方が優秀なスナイパーだったな。にしてもヘビ砂があんな風に変わっていたなんて、光るのは実質弱体化だし、演出も寂しくなっちゃってたな。まあそれでも、来シーズンも使えたらいいわね。ということで、チャンネル登録や高評価、クリエイターサポートはぐさをゆっくりまで、よろしくお願いします。それじゃあまた他の動画で会おうね。バイバイ。